どうもお疲れ様です。舞姫大学の特別講義速稼塾の久保でございます。今回はブログを書いた方がいいのか書かない方がいいのか、まあこんなねおかしな質問もあると思いますけども、まあおかしな質問というよりもブログを書いたら何が待っているのかっていうところなんでしょうね。だからそれはね、目的が大きく2つあると思うんですよ。ブログを書くっていうのは、書き続けると文章は当然上手になります。全く書かずに上手になるってことはないんですよね。やっぱやればやるほど上手になっていって、そこに対して書いたブログにはアクセスっていう世の中の評判もあるわけですよね。いい文章とか分かりやすい文章とかためになるものだったら、それはアクセスは集まってくるんですよ。でもそうじゃない限りは、せっかく一度見に来た方が二度と来ないっていうことになりますんで、アクセスが伸び悩むってことになりますよね。まあこうやって自分の文章力が社会に通用するのかどうかってことが明確に分かるのが一つの利点だと思います。もう一つは、まあ安定してですね、多くの方が見てくださるような、多くの方に見ていただけるようなブログになると、そこに商品紹介ができるようになると思うんですよ。でそれがアフィリエイトですよね。例えば自分なりにダイエットのことを考えて、こういうふうにダイエットしました。でそしたら体も引き締まってきて、それで美味しくご飯も食べれるようになって、モテるようになってきましたっていうふうに書いて、ダイエットの方法はこういったサプリメントを食べましたよとか、こういった健康器具を買いましたよとか、まあこういうふうなノウハウで、私は今回のダイエット成功させましたよみたいな、有料のノートみたいなのをね販売するみたいな、最終的にそうやって、お金を払ってでもダイエットを成功させたいよっていうふうな方に対して商品を売ることができるということになります。まあ、大体の人はね、文章を読んでそれで満足するんですよ。でもそれでもまだ満足しきれない、しかもその文章に対して信頼関係を持った人っていうのは、お金を出してまで行動してみたいっていう風な次のフェーズに移ることになります。まあそうやってね、やっぱりこうインターネットで情報発信して稼ぐってことは、情報発信っていうと文字で見せていくか、それともこうやってね喋っていくかしかないんですよね。まさに音声なのか文章なのか二択じゃないですか。どっちもせずに多くの人にアプローチすることはこれ不可能なんで、まあですんでね、情報発信の一つの方法としてブログっていうのがありますよってことなんじゃないかなというふうに思いますね。確かにね、私たちがスマホで検索しても大体誰かの書いたブログに行き渡るんですよ。それで何かを検索するってことは、問題解決がしたくて検索するわけですよね。例えば美味しいランチの店が知りたいっていうことだったら、そうやってブログで、こう評判のいいねお店を探すとかってのあると思いますし、そこを通じて予約をするとそのサイトのオーナーさんにはその紹介手数料が入るみたいなインセンティブもあると思いますしね。まあそんな感じで私たちは自分の頭で何ともならないときは、インターネット上の情報に依存するっていうところが残りますんでね。だから今度は検索して調べる側から検索されて調べられる側に入っていきましょうっていうことなんで、情報発信がそこにあるということなんですよね。ブログを書いていい文章を書けるようになると確かに儲かるようになります。そしていい文章が書けるようになったり、その人にね正確にメッセージが伝えれるようになると、人間関係のトラブルも減ります。だって誤解がないわけですからね。まあそういうふうにして情報発信鍛えていく場としてブログっていうのを活用するのはとってもいいことだと思いますね。で最近私ね、 AI ブログっていうふうにね、自動的にブログを書くツールを手に入れたんですけども、これを使うと私の文章力は上がりません。当然ですけどもね。まあですんで、ブログを外注しちゃうと外注先の人は文章を書くの上手になるんですよ。でも外注した発注元っていうのは文章を書く能力っていうのは上がらないんですよね。どっちを取るでしょうかってことになります。はい、それでは今回以上です。